ブラウニー・ブラウニーは、平たく正方形に焼いた濃厚なチョコレートケーキである。目の詰まったチョコレートケーキからバージョンに切り出したりもする。チョコレートの濃厚さによって、パジ状であったりクッキーに近いケーキ状であったり、また、ナッツクリームチーズチョコチップなどを混ぜたり、砂糖がけをするなど様々な形態がある。ブラウンシュガーを材料とし、チョコレートを使用しないものは、ブロンディと呼ばれる。 携帯食として普及しており、通常は手づかみで食べる。ミルクやコーヒーと共に食されることも多い。特にレストランでは、熱くしてアイスクリームと一緒に出したり、ホイップクリームをトッピングすることもある。ブラウニーが初めて公に登場したのは、1893年に開催されたシカゴ万国博覧会においてであった。シカゴにあったホテルである。 パーマーハウスのあるシェフが万博に参加する女性のためにケーキ一切れよりも小さくてお弁当箱から気軽に出して食べられるようなデザートを作ってほしいというホテル創業者の妻バーサパーマーの要求に応えてこのお菓子を考案したとされるこの時のブラウニーの表面にはクルミがトッピングされその上からアプリコットのグレーズがかけられている今でもパーマーハウスで 当時のレシピそのままに作り続けられている。ブラウニーの名が初めて文献に登場するのは1896年ボストンの料理学校の教科書である。これは糖蜜のケーキを小さな金型で焼いたものであったという。今日のようなブラウニーのレシピの中で最初のものはアメリカの女性料理家ファニー・メリット・ファーマーが表した1906年版ボストン・クッキング・スクール・クックブックである。 この初期のレシピによってブラウニーは比較的甘口なよりケーキらしいものへとアレンジされた。続くレシピは1907年にマリア・ウィレット・ハワードによって書かれマサチューセッツ州ボストンにあるウォルター・エイム・ルーニー紹介から出されたルーニーズ・クックブックに登場した。ふんだんに卵を使用しボストン・クッキング・スクールのものよりチョコレートを多く加えていたためより濃厚で ファジ状のブラウニーとなっていた。この作り方はバンガーブラウニーと呼ばれた。おそらくメイン州のバンガーに住む女性によって考案されたためであろう。チョコレートの風味を保つためには急いでオーブンから取り出す必要がある。チョコレートに独自の風味を与えている材料の多くは揮発して消えてしまいやすいためである。数分間の余熱でも調理は進んでしまうのでできるだけ 早めにブラウニーをオーブンから出すのが良い。大抵、竹串を刺して焼き上がりを確認する際に少し湿った中身がまだついてくるくらいがちょうど良いとされる。ありがとうございます。